川端です。よろしくお願いします。今回は工学館高校の問題です。正九角形がありまして、ここの長さが B、ここの長さ D、一辺の長さが A です。その時のこの D の長さを A、B で表しなさいという問題です。ぜひ動画を止めて考えてみてください。はい、それではね、解説していきます。ポイントはですね、ズバリ角度です。まずは正九角形の一つの内角をちょっと求めます。正九角形の一つの内角の求め方ですけれども、まず内角の和を求めて、内角の和はこのようにですね、三角形分けて、1、2、3、4、5、6、7個でいきますね。なので、三角形の内角の和は180度、それがかける7ありますよと。で、それを正九角形なので、9で割ったものが一つの内角という具合になります。と、これ計算すると、20×7 で140度という具合に出るわけですね。まあ、ちなみに他の求め方としてはですね、正 N 角形の外角の和と言われたら360度です。三角形だろうが、まあ、例えば三角形のここの、外角の和ですね。ここと、ここと、ここ足したものとか、あとは四角形の外角の和とかですね。こうなってた時の、ここと、ここと、ここと、ここの和とか。すべてですね、外角の和って360度なんですね。なので、正九角形なので、一つの外角の大きさが360÷9で40度って言うんですね。なので、ここの外角が40度だから、内角は 180-40 で140度というふうに出すこともできます。そうすると、ここで二等辺三角形できるので、ここの角が出ますね。ここの角が180-140÷2で、つまり、20度という具合に出ます。そうすると、ここの角度ですね。ここの角は一つの内角140度だから、140-2で120度と出ます。で、ここも120度。で、そうするとですね、今、この線とこの線っていうのは平行になってます。まあ、同じ高さにあるという風にして考えてください。そうするとここ平行になりますので、例えばこうピッと引っ張ったらここが120度になりますね。錯覚で。なんでここ60度。同様にしてここ60度ですね。そうすると、ここで見えてきますね。つまりですね、ここで、ここに本線引っ張ってほしいですね。そうすると、60、90、30度が出てきて、1対ルート3対2になりますね。したがって、こっからここの長さが2分の1へという具合に出ます。同様にして、ここにピーッと引っ張ったら、こっからここの長さ、これも2分の1へなんですね。で、今、こっからここが B だから、こっからここ B。まあ、ここ長方形でいきますからね。ここが B だったら、ここが B。ということで、求めたい長さ D というのは、2分の 1A が2つあって、つまり2分の 1A×2 で A ですね。足す、B ということで、答えは非常にシンプル。D イコール A 足す B という具合になったということです。ということで、ね、ポイントね、ここが60度であるということにね、気づくことができればですね、解くことができますよということです。まあ、ここの60度の求め方っていうのはね、他にもいろいろあるんですけども、まあ、例えばね、正多角形で、イメージしてほしいのはね、円なんですけども、この円という風にして考えて、まあ、ここがね、まあ、中心がこうあったとすると。そうすると、ここのね、ここの角、この弧に、対する中心角、という風にして、ここの中心角を求めて、その半分で円周角という具合に、出すこともできます。そうすると、これ弧がですね、1個、2個、3個分なんですね。まあ、このようにこう分けると。そうすると、1周が360なので、で、ここね、なんかチーズケーキのようにピッ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 と切れば9等分できますから、ここの中心角が360度かける、まあ、12個あるうちの3つ分なので12分の3。で、計算することが、9分の3ですね。失礼しました。9分の3で計算することができて、ここ120度って出ます。で、中心角が120度だから円周角60度という具合にして、出すこともちなみにできるよということです。
分かったかな。以上で解説終わります。では。